すべての動画を無料で見たい方は公式 LINE へ登録。法人研修はユースフルフォービジネスで検索。皆様こんにちは、ユースフルのはじめです。この動画では事前設定ということで、今回学習していく Power BI デスクトップというツールについての説明と、そのインストールを行っていきたいというふうに思います。この動画を見るだけで Power BI いつでも使えるぞという状態にできますので、ぜひ最後までご視聴いただければというふうに思います。それでは早速始めていきましょう。今回は Power BI デスクトップというツールを使っていくのですが、まずこのツールの説明を簡単にさせてください。 Power BI デスクトップというのは一言で言うと無料で使えるレポート作成ツールになります。簡単に特徴を説明すると、まず今言ったように無料でインストールできるというのが一つ目のポイント。二つ目に主な機能としては、データの取り込み、モデリング、レポートの作成ができますというところで3ステップですね。取り込む、つなげる、まとめる、これが Power BI デスクトップだとできますという話になります。で最後三つ目がログインなしで利用できるという点になります。ログインなしでも特にレポートの作成については機能制限なく使うことができます。ただ他の Power BI アプリとの連携ではログインが必要となりますので、そこは注意いただければなというふうに思います。では早速 Power BI デスクトップをインストールしていきましょう。といっても本当に手順は簡単で、まずマイクロソフトストアを開いていきましょう。して開きましたら Power BI というふうに検索をしてください。するとですね、こういった風に Power BI 関連のアプリがいくつか表示されると思います。でこの中で間違えないように Power BI デスクトップを選択してください。そしてこのインストールというボタンをクリックするとインストールが開始されます。このインストールは少し時間がかかるので、少々お待ちいただければなというふうに思います。はい、インストールが完了しました。そうしましたらこの開くというボタンをクリックして Power BI デスクトップを開いていきましょう。ちょっと起動に時間がかかりますね。はい、このような具合で Power BI デスクトップインストールすることができました。もう早速ですねレポートを作れる状態にあるんですが、もしサインインをしたいという場合はこの緑の画面は一度閉じて、右上のサインインという箇所から行ってください。サインインをクリックするとこのようにメールアドレスを入力するフォームが出てくるので、こちらに職場のマイクロソフトアカウントでサインインをしていただければなというふうに思います。ただ先ほどお伝えした通り、サインインなしでもレポートの作成については可能ですので、こちらは職場のルールに合わせてサインインするかしないか選んでいただければなというふうに思います。ということで今回の動画では Power BI を使う事前設定を行っていきました。これによりですね、いつでも Power BI 使える状態になりましたので、これから一緒に Power BI の学習を進めていきましょう。この動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。